こんにちは、シルバーグレーの廃屋満タン編集担当の奥さんです。スクーターいじり倒して運10年の達人、当たり飯ショートリメイクさんお二人にスクーター1台を直してもらって、いじってもらって、最後はヤフオクで売ろうという企画がいよいよスタートします。しばじーチームにはアトリス V100 を直してもらっていて、間もなく完成ですが、今回のチーム当たりメイクはヤマハの車両を直していじってもらうことになっています。シリーズスタート第1弾始まります。ノリノリで演出指導するあたりめっしょうでした。ということで車両を下ろして、みんなでやいのやいの言いながら観察していきましょう。ハイマウントストップランプ、そう。改めまして、こちらがチームあたりメイクがこれから直していじってヤフオクで売る車両、ヤマハのジョグ Z。 車台番号で調べると 3YK123 とある中の2というやつで、1992年発売のモデル、空冷タンク筒の 49cc、 タンク容量は4リットルだそうです。おそらく縦型エンジンから横になってすぐのタイプ。これは縦型じゃない。縦型じゃないですね。まず真っ先に目に入ったこのシート、やばいですね。でもメットインがちゃんとあるのは嬉しいですね。ここがガソリン。ガソリン。給油口がほぼ横向きの V100 と違ってガソリン入れやすそうですね。これのスポーツモデルがすげー人気のあるジョグ ZR。 フロントフォークも違うよね。これは縦型なんかの最終型の 2J なんかと似たような。でも全部入る一応ね、ノーマルで、ノーマルで、ヤマンボ、ヤマンボ。これはこのままレストアして使えますよ。そうですね、一回ちょっと。でもすごいね。この辺はホースが変えればいい。ホースは、うん、ホース類は変えるようですね、うん、で、走行距離、うんうん、それ桁が足んないじゃないか。回ってるな。感じ的にリスクの減りとか、うんうんうん、あとその細かいところ全然減ってない感じ。本当だ。でタイヤ、タイヤも減ったから前後を一回変えてるっていうんですよ、うん、でその情報からするとこの距離数ってまともなのかな。リメイクさんから聞いた話によると、どうやらワンオーナーで以前女性が乗っていたそうです。そしてキックが降りない。どうして？もしかすると噂のクランク多いワンタンかもしれない。ああ、そっかそっか。ウォーターハンマー。それならいい、ね、それならいいけどね、うん、あと色どんな風になってきたね。これ外出は当然パリッとさせたいですよね、うん、そうですね。でも思ったよりこういう黒いとこが生きてるんですよね。まあ生きてるっつったってやっぱり。いや、この辺綺麗だよね。年式にしちゃう、うん、そいつどうしてくれようか。これも交換、それとも交換します。穴開いてる。穴開いてんだ。このサスとかもあるんですか。サスとかもうダメだね。何か他のものが使う、うん、車台はいくらでも。すごい、このウィングどうついてるんだ。これはあ、ここでついてるんだ。あ、あとここか。へえ。当時こっちも流行ったんだろうね。羽根がね、あれしゃくってるか。あ、本当ですか。これダメです、うん。このキーシリンダーがやたら綺麗ですね。本当だ。だからやっぱこの距離は合ってるから、ね。V100 だから超汚いですもんね。これはもう焼けとかもそんなないからね。やっぱり実装、実装だな。これは発火したんじゃなくて元からこういうなんかグレー的な。白っぽいんですよね。7馬力もんですか。ほう。だからこれね、ポートをちょっとやるとスカイ。そう。だからあんまやりすぎちゃいけない。へー。という感じでざーっと見ていきながら必要な部品を確認。もろもろパーツは流通しているそうなので、そこはラッキーでした。ではこの後からいよいよバラしていって車両をまずは丸洗いするそうです。行ってみましょう。来た人がトモ食い当たり飯師匠へって置いていただきました。
すごいの絡んなってるな。プラグ外したら出てきた。やべえ、奇跡のブーツ生きてる系。破けてないですか？破けてない。ここに足がついてる。こんな、なんでオイルが漏れてるんですか？ね、本当ですね。もうこれヤマハの寿命、うん、この長いのがここだった。一番長いのが一番左上。ここ、ね、ここも長かったです。結構交換めんどくさい。もしかして、うん、交換めんどくさい。バッテリーはメットインを取らないと交換できないみたいですね。でもちゃんとシールバッテリーが、うん、うわ綺麗だ。綺麗ですね。やっぱりこれ乗ってないね。なんか身ぐるみ剥がしちゃうと。あれあれ晴天はこっちには回んない。あれ反対逆返ってますけど。だから多分ハンマーでがオイルがないから、うん、多分全部落ちて。ベルト新しいね。綺麗ですよね。プラグ取ったらオイル出てくる。あプラグケースかな。しばらく乗らないで車両放置しているとオイルやガソリンが時間の経過とともにクランク内に落ちていってキックも降りないしクランクも回らないぐらいに液体で満タン状態になっちゃったりするそうです。このジョグ Z ももしかしたらそんな感じかもしれません。無理に回そうとすると壊れるそうなのでもしオイルが満タンなら取り除かないといけないみたいです。わあ、ここまでバラしました。すごっ。達人の手にかかればものの20分ほどでこの通り。ああこれはやっぱもう買えないじゃないですね。でまたダメボロボロだ、うん、うわ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 だいたいこんなになってるよね。ボロボロこれエンジンかけるとこれが入っちゃ う, そ う, そ う, そう。よくないんですよ。すごい豚バナ、ね、あ豚バナチックな感じになってる、うん、1本こうなってしょ。この状態ならいくらでも溶接できますよね。えズーマーみたいにしたくなるよ。やっぱ売らないで清掃車両にしよう。ここで達人が書き込んだ動画のコメントの話題になりました。コメント面白いんだもん。当たり前ゴジがすごいんだもん。飲んでるなっていうのが分かる。はじめましてが初めてですってもう酔ってるなこれはっていう。皆さんも当たり飯ショーの面白コメントを探してみてください。これは CDI です。それが CDI ですかね。なんか出てきた。ちょっと待って。なんか出てきた。こいつ。あ、住んでた？住んでた？あれだよ。お前住んでた？あ、住んでた。ヤモリですかね。申し訳ないですが、急遽立ち退きをしてもらうことになりました。さて燃料タンクですが、中はそこまでひどい状態ではないようです。ちなみに鉄製スチールです。この蓋も鉄でずっしりしてます。かっこいいですね。見てキャブがこんなちっちゃいよ。だって 50cc でしょ。この可愛いキャブは分解洗浄してまた使いますがリメイクさんが少し削ってくれる予定です。にしてもこのオイルのにじみすごいですね。ここにオイルタンクがあってオイルタンクがどこに行ってるかってキャブにここに入ってるみたいです、ね、あ、つながってる。あ、本当だ。オイルタンクがつながってる、うんうんうん、キャブにどこから入れてるんじゃないかな、うんうん、だからそこのオイルタンクから重力でほらどんどんキャブから入っていく。入っていっちゃうもんね。入っていっちゃってクランク室に溜まってる。あと外装どうします？外装何色でいくかですよね。うん、それはいや外装ラメ網だくじにしましょうよ。え？いやなんかピンクとかやばくないですか？いやピンクも入れるっていう。水玉とか。網だくじはしません。3YK 外装で検索するといくつか出てくるのでこの中から選ぶ感じになると思います。エンジン今ほらなんかオイルが入ってるかもしれないでしょ？うん。それは今日点検じゃないですか？一人。そこまでちょっと見たいですね。あ、見たい。V100 うわぁこんな感じでオイルに使ってますね。使ってる？なんか綺麗だと思います。
まあオイルでね、満たされてるから。行きます？うわー！今の。うわすごい。なんていうかちょっととろみがついたミルクティーみたいなもんじゃ焼きみたいなやつ出てきました。これが溜まってたんですね。あーせっかく洗ったのにそれやるべきだったねちょっとハンドル持っててもらっていいですか。よせーの、動いてる。うわおおすごい。うわぁすごい溜まった。うわやっぱり良さそうじゃないですか、はい、このぐらいでやれば、はい、あキック降りないよね、うん、あれ今の見たら、うん、いやすごかったですね。でとりあえずプラグに火が飛ぶかを確認するみたいです。うん使えそうだね。まだでも新しいね。新しいよね。うん。いくよ。はい。あ、飛んでる。飛んでる。うん、飛んでる。うんうん。で、オイルに使ってただけのことあって、やっぱり中はさ、いい、いい状態。うん。ということで、うん、ちょっと初膜チェック。はい。シュッシュぐらい入れといたんで。お、うん、大丈夫そう。今行ったぞ。おうん、煙が出たの。お、本当だ。またがぶってるだけ。はい、これどうかな、うん、ここに液体が、ね、これじゃ火が飛ばないですよ、うん、まあでも、でもキックの感じとかも調子良さそうですよね。まあ今ちょっとドロルって言ったから、うん、一瞬ね、煙が出たから、うん、はい、点火は問題なさそうということで再び洗浄して乾かしました。タイヤはカチカチなんですかね。変えた方がいい感じですか。微妙。これはあのあれですよ、笹谷さんからいただいた。使う予定ないんですかこれ。おそらく、うん、タイヤダメだろうなって思ってて、うんうん、中古の良さそうなタイヤって言って持ってきてもらった。ありがとうございます。笹谷さんありがとうございますなんとリメイクさんが事前に予測して笹谷さんからタイヤを譲っていただき、今回の企画で使わせていただけることになりました。ありがとうございます。これはこの間の仕組みで、さあガレージセール200円、50円、500円、でも10分の1。じゃあこれ使いましょうか。わあありがとうございます。いいこれ、あはい、ありがとうございます。100円、すごい。これは何、横綱細軸系なんです。細軸、うん、近いんですか。細軸、じゃあこれは親方持って帰ってもらって、あの例のように加工していただいて。ああ、そうね、あれはね極秘ですからねあれやるだけでもう4秒台入る、はい、数ヶ月前のスクーターミーティングというイベントでえげつないガレージセールやってたんですよね。でその時にリメイクさんがいろいろ大量購入してるなとは思ってたんですが、まさかこの企画のことも考えて買っててくれたなんてさすがです。ありがとうございます。そしてその時に買った横綱プーリーに当たりメッショーが秘密の加工をしてくれるそうです。そんな感じで乗りたいですね。いいかも。でも丸くでブレーキ足にしておきますから。あフットブレーキ眠りするとなんか夢が深いはい、ご視聴ありがとうございました。いよいよスタートしたチーム当たりメイク編、ヤマハのジョグ Z をこれから達人全面協力のもと直していじっていくことになりました。ちなみにこの企画が決まってからリメイクさんのところにこの車両の情報が舞い込んできて引き取ることができたんですが、引き取り金額なんと5000円。部品購入でなんだかんだと金額がかさむ中、5000円で引き取らせてもらえたのは本当にラッキーでした。さあこれから少しずつではありますが、集まれる時に集まって作業を進めていきます。次回はフレームの錆取りと塗装、そしてリメイクさん的レストアするならやっといた方がいいことを教えてもらいます。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。